トスカニーニとプチーニアルトゥーロトスカニーニはイタリア出身の指揮者。スカラザやメトロポリタン等の音楽監督を歴任し、20世紀前半を代表する指揮者とされている。ロマン主義のスタイルを脱却した演奏法は、音楽演奏における新速物主義に分類され、ライバルのフルトベングラーと対局を成した。早く正確なテンポ、統一したアンサンブル等は、 戦後の演奏法の規範となった。徹底した楽譜市上主義とも言われているが、しばしば部分的にオーケストレーションを改変することもあった。楽譜市上主義、植物主義的スタイルはカラヤンを、はじめ多くの指揮者に多大な影響を与えた。レパートリーは膨大で、イタリアオペラやレスピーギなどのイタリアの還元楽作品のみならず、バイロイト音楽祭においてワーグナーを振り、 ベートーベンやブラームスといったドイツ音楽やチャイコフスキーなども得意とした。大指揮者があまり手がけないような通俗名曲、商品も好んで録音している。ブルックナーやマーラーはほとんど手がけていないが、当時は彼らは作曲家としては、中央以外では高い評価を得ていない時代であり、イタリア出身の指揮者が手がけないのは特に不思議なことではない。バリーや、 トゥーランドット等の重要なイタリアオペラを所演している。戦後は NBC 公共楽団を起用し数多くのレコーディングを行った。また、リハーサルの厳しさで知られ、ダメ出しの多さからトスカノーノとあだなされた。トスカニーには極度の禁止であり、譜面台に置いた楽譜が見えなかったため本番もリハーサルもアンプで指揮するのが常であった。しかし、 1954年4月4日の演奏会での記憶障害により式を一時止めてしまった。そしてこの演奏会の直後にトスカニーニの引退が発表された。引退に最終公開された引退表明の手紙には以下の一文も含まれる。ザサットタイムハズカムウェン、アイマストリラクティントリー、レアサイドマイバトンセイグッドバイツーマイ、オーケストラ、我が指揮棒を不本いながら置き、 なおかつ我がオーケストラに別れを告げねばならぬ悲しい時が来てしまった。突起なき場合は NBC 交響楽団。雑誌、レコード芸術2007年12月号には三田春久編の極めて詳細なディスコグラフィが収載されている。すべて NBC 交響楽団。定期的に国際式コンクールを開催している。国際作曲コンクールも以前は行われていたが、 予算欄で9回、ありがとうございます。